が届きました。早速開けちゃいました。これはクリアタイプの消しゴムと黒いチューブですね。真ん中のクリアブルーの消しゴムはおまけなんですけど、おまかせのおまけが欠品中だったのでしゃあなしで、はい、これにしました。今回の主なお買い物内容はかなり遅くなってしまったんですけど、遅らせながら自分へのクリスマスプレゼントと水槽の新しいレイアウトに使う水草です。それでは行きますよ。せーの、パカ。この発泡スチロールはかなりの重さだったのと、チャームさんのね、優秀なスタッフさんがビッチビチに詰めてくださってたので、もうとてもじゃないけど取り出せなくって、側面をはいパカしました。はい、この子たちが水槽に新しくお迎えする子たちです。先日のね、深夜のぐちります配信でお話しした通り、アクシデントトラブルがあって諦めかけてたんですけど、無事にお迎えすることができました。約1年越しですかね。欠品中が長かったり、あとはね、思いとどまったりして、なかなか購入まで踏み切れなかった子たちなんですけど、クリスマスだったので思い切って買っちゃいました。はい。で、コリドラスパンダロングフィン3匹と、こちらのコリドラストリリネアーさん、コリドラストリリネアータス3匹の計6匹を新しくお迎えすることになりました。で、今回購入した水草の方はまた後日別の動画でご紹介させていただきます。水温と水合わせが終わったので水槽の方に移していくんですけど、こちらの水槽ですね、今はお掃除係の大和沼エビさんが3匹だけ入ってて、他の生態は入ってません。なのでこちらの水槽でしばらくの間様子見をしようと思います。
導入直後の様子なんですけど、この翌日はね、もうあのヒーターの下に横一列に6匹が並んじゃってほとんど動いてくれません。心配なんですけど、とりあえずしばらくはこの水槽で様子を見守ろうと思います。透明のパイプに付け替えた底面フィルターなんですけど、左側に這わせていたエアチューブが目立ってしまってて、それをね、本来なら黒いチューブに変えればよかったんですけど、そうなるとタイルも砂も全部また取り出してリセット状態になってしまうので、今回はこの黒いストローを使ってカバーしてみました。ストローが汚れてしまっても100本入りなので安心です。それでは今年も1年お世話になりました。来年もよろしくお願いします。皆さん良いお年を。バイチン。スペシャルストロベリーで、3段目が超ウルトラプレミアムストロベリーで、これと同じものをあと3つお願いします。